ニコラ・ジョゼフ・リューセックはフランスビロフレイの町長だった人物である。フランスのサラブレット生産早々期に活躍した人物として知られている。1835年7月28日の7月革命記念日のパレードで当時のフランス王ルイ・フィリップを狙った暗殺事件があり巻き添えとなって死亡した。クリップ ルイ・フリップ王の暗殺事件、リューセックはパリの商人の家に生まれた。父親はジョゼフ・リューセック、母親はジャンヌ・ミシャトーという。父はフランス南部のオード県出身と伝わっている。また、兄のニコラ・マシューは、クロノグラフの発明者としても知られている。リューセックは12歳で、パリの物資補給局で奉公を、始め、17歳で、 イタリア遠征中のフランス陸軍機兵隊への資料補給の責任者に任じられた。フランス軍司令官だったナポレオンはまだ若いリュウセックの仕事ぶりを評価し、フランス軍への補給をリュウセックに一手に任せるようになった。1799年に東領政府ができると資料供給官に任じられた。その後フランスでは何度も生態が変わったが、 リュウセックは1825年までその職にあり続けた。その間、1812年にパリに近いビロフレーの土地を所有するようになり、1819年5月31日にリュウセックは前任者、ドゥニボードロンに代わってビロフレーの町長に選出された。1830年に7月革命があり、これを機にリュウセックは 王室へ資料を収める特権を他社へ譲り、材木の卸売を始めた。歴史家によれば、リューセックは人道的で、尻死欲に走らない、稀有な商人だったと評価されている。1831年に、リューセックはビロフレーの長長職を退き、新設された国民衛兵制度の下で、1832年からフランス国民軍第8軍の中佐となり、 パリの部隊長に任じられた。1835年7月28日、イタリアの無政府主義者、ジュゼッペ・フィエスキによるルイ・フィリップ王への暗殺事件があった。王は7月革命の記念パレードでバスティーユへ向かっていた。リューセックを先頭にした第8軍が王を警護し、パレードが教会王通りに差し掛かったところで、フィエスキが仕掛けておいた24丁の銃から、 400発、余りの銃弾、3弾が発射された。この襲撃でリューセックを、はじめ18名が殺されたが、王は無事だった。リューセックは、他の犠牲者とともに、ホテルでザンバリットに葬られ、ビロフレーのメインストリートは、リューセック通りと名付けられた。クリップ1836年のシャンティ競馬場、リューセックは、フランスのサラブレット生産の先駆者であり、 フランス現代競馬の創始者の一人である。1960年代から1980年代にかけてフランス競馬の指揮を取ったジャンドマネはリューセックを当時のフランスで最も神聖なるサラブレットの信奉者だったと評している。リューセックはフランス騎兵部隊の馬の資料を収める事業で財を成した。リューセックははじめベルサイユ中心部のビュークに牧場を築き、 1812年にはパリに近いビロフレーの牧場を買い入れた。ューセックは様々な馬を生産したが、やがて競馬に傾倒するようになった。フランスでは18世紀から王公貴族がイギリスからサラブレッドを取り寄せて、競馬の真似事をしていたが、これは散発的なものだった。フランスの競馬を体系的なものとして始めたのは19世紀初頭のナポレオンである。 ナポレオンはイギリスよりも著しく劣っているとされるフランス軍馬の改良を目的としてパリを中心にした全国的な競馬体系を作った。しかしそれはひどく官僚的なもので不人気で全く流行らなかった。リューセックはフランス王室の下でこの競馬を司るようになった。1819年にはリューセック監督の下でパリ中心部のシャンド・マルス競馬場で競馬を行った。 記録がある。この結果、リュウセックは1820年代からはサラブレッド競争馬の生産に特化するようになった。リュウセックの競馬への情熱のため、兄のニコラ・マシューは1822年に競争馬の走破タイム測定の目的で10分の1秒を測定できるクロノグラフを発明した。この競馬制度はナポレオン失脚後もしばらく続けられていたが、 より貴族趣味的な性格を持つルイ・フィリップ王の時代になると競馬趣味者が集まってもっとイギリス風の競馬を行うようになった。彼らは1833年にパリ競馬会とフランス馬主改良奨励協会を創設した。ユーセックはその創立メンバー12人のうちの1人で1835年に殺されるまで領海の副会長を務めていた。 1834年5月15日、フランス馬種改良奨励協会によって、シャンティー競馬場が開設され、その最初のレースの優勝馬は、リューセック所有のエレナという馬だった。また、同年にシャンド・マルスで行われた王室大賞では、自家製サンバのフェリックスで優勝している。フェリックスの父馬レインボーは、イギリス産サラブレッドで、リューセックが種ボバとして輸入して、 ビロフレー牧場でつなぎをしたものだった。レインボーの3区には第1回フランスダービー優勝馬のフランク、第2回フランスダービー優勝馬リディアなどがおり、レインボーはフランスのサラブレッド史上最初期の名手母馬として知られている。1835年にリュウセックが死んだ後、ビロフレー牧場はドモルニ伯爵が買い取った。ここではモルニの時代に、 イギリスの参観は、ウェスト・オーストラリアンが、つなぎ用されたことで知られている。また、リューセックの、お抱え調教師だった、パーマ調教師は、独立し、シャンティ競馬場で、一般場所から幅広く競走馬を預かる、一般調教師として、最初の人物となった。リューセックが残した、競馬用施設は、オーギュスト・リュパンが使うようになり、フランスダービー発祥の成績を残した。 デュパンがここで生産、つなぎ用したドラールは1860年代から1870年代にかけてのフランス名手バである。ジャンロマネ賞の名前の由来になった人物。例えば、地方のレースで勝った馬は、パリで行われる、大賞に出走する義務があった。そのためにわざわざパリに行く必要があり、ほとんどの馬種はこれを嫌がって、いろいろ口実をつけて出走しなかった。 当時のシャンドマルスは陸軍の連兵場で軍馬の長連につながる競馬もここで行っていた。1850年代に競馬はロンシャン競馬場に移転し、後にエッフェル塔が建設された。2013年にこれより古い1816年製のものが発見され、最初の発明はニコラマ州ではなかったということになった。詳細はクロノグラフを参照。 両団体は全く同じメンバーで構成されていた。名誉会員として、オルレアン号、フェルナンド、ヌムール号、ルイシャルルも参加している。モルニ賞の名前の由来になった人物、デュパン賞の名前の由来になった人物、ドラール賞の名前の由来になった馬、ありがとうございます。